就活会議。京大学の異文化コミュニケーション学部を卒業して楽天に新卒でですね2016年に入社をしました。山永と申します。あんま使うことはないです、うん、実際入社してくれた子たちとかも含めると数百人とかは内定を出しして個人情報みたいなことは相談に誰もできない。 その辛さも分かってもらえない。実業務のことについて今までお伺いしてきたんですけど、あってよかったなって思った時、まずは朝昼晩ご飯が無料、まあ、栄養士さんも完全に入ってもらってるものなので、はい、朝とかはホテルのビュッフェみたいな感じなんですけど、ワンプレートに自分で好きなようにするみたいな感じで、お昼はメインが9種類決まっていて、夜はメインが5種類になるんですけど、まあ、それを回してますね。で今はコロナの件関係でリモートなので、出勤される方はお弁当が一人一人こう配布される感じでやっていて、あと僕がすごい好きだったのは社内にジムがあって、そこにサウナもジャグジーもあるんですよ、はい、7時半ぐらいに仕事終わってご飯食べて、でちょっとジムで汗流して、はい、シャワー浴びてサウナ入ってジャグジー入って帰って寝る。昼間は仮眠スペースにそのジムがなってるので、昼間ちょっとこう疲れたなっていう瞬間とかは10分15分仮眠を取りに行くっていうのもできたりとかしてますね。であとは建物の中の22階のホテルのシェフが入っている高級レストランじゃないんですけど、出している料理を半額ぐらいの価格で食べれるっていう、通常なんか4000円ぐらいするステーキが入ったカレーとかが2000円とかで食べれたりするんですよ。一人暮らしでもあったので結構栄養面とかあんまり考えずに過ごせたっていうのはすごく良いんですね。基本の福利厚生は整っているので、はい、ディズニーのチケットがちょっと安く買えるとかそういうのも全然ありましたし、働く環境に対する投資というのはすごくしてくれていて、例えば昇降型のデスク上がったり降りたりするので立って仕事ができる。それってもうほんと数万円かかるんですよ一つ。それを全社員にやっぱりこう提供してるのも、これもやっぱ福利厚生だなって思いますね。多分エンジニアの人とかもどういう椅子でとか机でとかすごい大事だと思うので、モチベーションでいうとお給料ももちろん入ってくると思うんですけど、うん、そうですよね、気になりますよね。そうですよね。ちょっと聞いてもいいでしょうか。あ、もちろん通常の新卒は30万引率は31万円から、うん、初任給がスタートしていく。でその中のいわゆるみなし残業って呼ばれるんですね、40時間分ぐらいだったかな、入っているので、まあ、残業代込みですけど月30万からスタートしていくって感じです。結構多い方ですね。多い。エンジニアとかじゃなくてビジネス側でそれだけもらえるのはすごい高いですね、うん、そこからまあ全然ちゃんと伸びていくんですよね、はい、一昨年ぐらいに給与改定を結構しっかりとガラッと変えたっていうのもあって、ちゃんと伸びやすいというか、給与レンジも頑張った人がちゃんと評価されて、評価されれば上がるっていうのを業界平均にちゃんと取っていこうというので、入社した頃とかは初任給は高いけど上がりにくいみたいな、はい、上が詰まってるみたいなことを言われてたんですけど、もう今はもうそれかなり取っ払われてますね。新卒上がりで役員になっていくっていうのも全然夢じゃないというか、リアルに起こっているので、やっぱそれって社員の方の声を聞いて変革してる。そうですね、もう人事がすごいそこは率先してやってましたね。その仕事も人事ですね、はい、初任給も高いし、はい、頑張ればちゃんと伸びやすいと思いますね。いわゆるこう給与が高いですよって言われているところから比較すると、うんうん、もちろん低いんですけど、はい、社会人、会社員と呼ばれる層の中ではかなり高い水準でもらえるというのが今の給与水準だなと思って。新卒配属されて4年弱ぐらい人事のお仕事されてきたと思うんですけど、はい、ズバリどういう学生が欲しい、受かるでしょうか。やっぱりですね、ビジョン、ミッション、バリュー、まあ、ここに、まあ、共感できるかどうかっていうのはすごく大事。ビジョンでいうとグローバルイノベーションカンパニーっていうのをずっと掲げていて、まあ、今もそうだけれどもそれであり続けなきゃいけないっていう使命を楽天はずっと持っていて、でその上でインターネットだったりとかイノベーションっていうものを通じてどれだけこう社会を成長させられるかとか、皆さんが成長できるようなプラットフォーマーになれるかとかですね、いうのをすごく発信をしていて、まずはここの大きな世界観にやっぱり共感できるかっていうのは大前提としてあって、学生の皆さんでもできることで言うと、三谷さんが書いてる本が2冊あるんですね。でその中でも成功のコンセプト、楽天がすごく大事にしている5つの行動指針なんですけど、
例えばスピードスピードスピードとか、うん、一個一個のバリューがすごく大事にされている会社で、実は評価基準もそこから作られているんですよね。だから社内でその人が成長したよねっていうふうに言われるのが、結局はその成功のコンセプトっていうものに紐づいているので、それを理解して納得して、あ、これを体現したいなって思わない限りは来ない方がいいんですよね、多分楽天に。なので、逆に言うとそれがすごくハマったりとか、はい、その観点で成長したいと思えるとかっていうふうに思ってる子は欲しいですね、うん、もう一個あって、楽天主義っていうものが掲げられていて、楽天主義の中に、まあ、成功のコンセプトとかもあるんですけど、その中でも一致団結っていうかですね、この辺りホームページに今全部載ってるんですけど、その経験っていうのを自分の経験と重ね合わせるっていう作業をしていない人たちってすごいいるんですよね。絶対それやらないともうダメですね。新卒に求めてるのってこうポテンシャルはすごい求めてるんですけど、それでもなお学生時代でやっぱり持っておいてほしい経験っていうのが、やりきった経験ですね。楽天ではGet Things Done って言います。何か目標を決めたら 100% まで必ずやりきる。で 99% はもうゼロと一緒っていう考えを植え付けられるんですよ、楽天って。でもちろん厳しい考え方なんですけど、できないと成長はしない。そういう意味で言うと、大学時代に自分が何をやりきったかなとか、やりきった中で何を学んだのかなとか、なんでそれをやりきれたのかなとかまでが言語化一通りされてると、すごく面接とかでも話しやすくなると思います。今面接でやるべきことというかコツお聞きしたんですけど、逆にこれはやっちゃいけないよっていう何かありますか？先ほどから話にあったグローバルっていう話、英語を800点ないとダメとか言うとですね、英語を使える環境が楽天にあるんだって思って入ってきちゃうと、もしかしたらギャップが出ちゃうかもしれないなと思っていて、であとはそこをすごい面接でアピールしてくるとか、英語を使うことはやっぱりゴールではないですし、実際楽天ってまだまだ日本でも伸びしろがある。でそこから世界に飛び出している。でそれはあくまで必要なツールとして英語があるっていう認識で、で事業によっては使う事業もあれば使わない事業っていうのはもちろんあるんですよね。こういう場合は英語なんですけど、社内の。でもじゃあドア入って、その入った瞬間からはいみたい なんかそんな世界ではないですよね、普通に考えて。日本の会社なので、要はそこの世界観がもう全部英語だみたいな認識をしてしまうと、面接でも間違ったこと言っちゃったりもしますし、入社してからのギャップっていうのもすごい出てくるので、だからそこだけはちゃんとこう切り替えた方がいいんだろうなっていうのはまずありますね。この動画を見てる楽天を志望している学生さんの方にちょっと最後メッセージをいただきたいんですけど、はい、英語でいきますか？Oh my god! Oh my god! Thank you very much for watching the film and I love you to take a chance in Rakuten selection. That will be a great chance to talk with the Rakutenians and you guys gotta be okay. Well, you can juststudy or work, but just take a ready for a Rakuten selection, and then you can take a time, and then you can do your best. So, 頑張ってください。楽天の人と話すすごいいいチャンスだと思うんですよね。セレクションというか選考のプロセスっていうのは。なので、準備をして本当にそのチャンスを生かせるようにベストを尽くしてほしいなというふうに思っているので、頑張ってくださいっていうメッセージでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこのチャンネルが良かったなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。はい、今日は山永さんに来ていただきました。本当ありがとうございました。ありがとうございます。